マーライオンを飼ったことのある松本さんに質問です。はい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 。僕もマーライオンを飼いたいのですが、どこのペットショップにも売っていないのです、うん、はい。マーライオンのことを思うと夜も眠れません。はい。そこで松本さんに正しい捕まえ方と育て方を教えてください。はい。マーライオンは皆さんどこぐらいまで知ってますかね。マーライオンってだからどこやった、シンガポールでほら、そうそう、なんかライオンみたいな顔でこっち側がなんか魚みたいなやつでしょ。そうそうそう、あらもいないですもん。いやいや、いない言うたって現に飼ってたわけやからね。でそして2匹殺し死なしとるわけやからね、交通事故で。お前引きずって歩いてたの。手も足もないんやで、魚やから。殺してしまっとるわけやから、僕は買ってましたよ、それは絶対に。どこで購入されたんですか。まずペットショップには売ってないんですか。シンガポールです。はいはい、シンガポール。まあ、僕が買い出した頃はまだこんなんでしたよ。あ、そうなん。だからもうチョロロ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 ロ。何それ、何それ。水やがな。分かってるけど、うん、いやそんなボケはええかな。水がちょろろろろろって出てる感じでした。まだ子供でしたからね。うん、それ持って帰ってきはったんや。持って帰ってきましたね、うん、はいはいはい。もうだからあれ持って帰ってくるのが大変なんですよ、うん、やっぱりビニール袋とか何枚も重ねて持って帰ってきへんのったら、もうカバンとかビチョビチョになりますから。それ何ローション。違います。口から水が出とるわけですよ。いや、そのボケはええって。いや、ボケじゃなくて、マーライオンっていうのは口から水がガーって出るんですよ。そんなんええねん。実物の話をしてくれ。あ、いや、俺が聞きたいのは、生きてたんやったら、例えばどんな食うもん食うてたんやとか。あ、いいですよ。いや、そういう話を聞きたいんだけど、ずっとあんたが水がガー、水がガー言うから、そっちの話は、まあ、そりゃそうやろうけど。置いとくの、置いといて。何買ってたんやったら、買ってたなりに、うん、あるじゃないですか。何がある、どういうもん食べてたんやとか。あ、バナナとかですよ。ライオンでしょ。ライオンですよ。バナナでいいんですか。バナナとかも食べますわな。そうだ、なんか繋いでたん。もうなんかやる気なくなってるやん。片方もうやる気ないやん。片方ってどういうこと。ダウンタウンの片方やる気ない。このハガキがまた忙しい忙しいってよう言われるやんか、はいはいはい、忙しいでしょ、なんか言ったら、うん、そんなこと忙しないよな。僕らね、休みちゃんとありますからね。休みちゃんとあるもんな、うん、この間なんか俺も暇やったし、うん、何もやることなかったから、あれ行ったんですよ、サルティンバンク。すごいよ、サルティンバンコ。よかった、うん、子供がね、舌足らずの子供がサルティンバンコ。多分それは子供の言うことや。それは仕方ない、これしゃあないで、俺が言うたんちゃうしな。あ、セーフ、ほらセーフですよ、ほらもう流していただいて結構なんですけど、ほらセーフ。ほら CX のスタッフに言うて撮ってもうたから、はいはい、もうほら気ぃ使おうって、なんかええ席撮んのよ、ちょっと見やすいとこ、一番前やねん。気ぃ付けないかんよ、あれこっち客触られんねん。あ、舞台から、いわゆるね、外人がね、もう客席降りてくんねん。皆さんええけど君きついな。俺きついねん。ほんでね、あいつらね、俺の凄さを知らんわけですよ。ね、そのね、あいつらはね、うわーって俺の前にガーッ立ち寄るんですよ。あ、やばいわ。うわ、俺スターやのに分かってない。なんか外人に帽子を俺かぶってたんですけど、うん、帽子を前にかぶってたのを後ろにせえって言うんですよ、うん、いやもうそんなもう触らんでええから、うんうんうん、俺もうスターやから、やかましいわ。ええから、うん、こうせえこうせえってやる、うん、分かってないから向こうは、うん、俺の帽子をガッて掴んでくるって後ろやったんや、回したんですよ。あいったやられたな。みんなこっちこっち見てんのよ、俺顔真っ赤っかなってきついことなってんねんな。だからな、俺らこうやってほらこう喋ってるやんか、うん、でそのなんていうかな、こう客を触ったりするやろ、うん、客もやっぱ辛いと思うわ。目を打っただけでもな、なんか、うん、うわ、なんか言われんちゃうかなっていうかね。だからこうやられたら結構ドキドキするんですよ。なんか顔なんか突っ込まれたら嫌やろな。そうそう、ごっつ嫌ですよ。はっとか言うかね、言われたらもう、うわ、もうちろんやめてやめて。見に来てるだけやから、もう嫌なこと言わんといてって。俺あれはな、心境わかったわ。だからもう客はね、あんまり触ったんのもね、
どうかなと思ってね。あ、そうですか。また俺もほらあのドラマ始まったら忙しくなるけど。誰が今はね、あれだ。あ、そうかいな。うん、僕ね。あ、ほんま。うん。どんな感じのやつ今度は。AD の3人組の。あ、そうなの。金曜なんかそんな感じのやったね。俺もちょっとやっててんけど。うん。なんていうやつやってたの。俺がやってたやつ、うんうんうん、俺がやってたやつは AD ブギー。あー似てるね。でもね、あ、似てる。あ、 AD ブシっていうの。どんな話やね AD ブシ。まあまあ漢字やけどもね。いや漢字はええわ。漢字、あ、ブシが漢字ない。まあまあ、結構まだこれ見てもうたらね、ま、誰とかって見てる。 AD ブギーの時は加瀬大衆。あーは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 ー。的場浩司。ああそうですか。で売れる前の石田ひかり。まあそこそこのメンバーね。まあまあまあ、ああそうあれ。君誰と AD 武士は。かなりのビッグタレント。あ、そりゃやっぱりね。もう取りに行ってるから完全に。やっぱり、ね、数字取りに行ってる。数字取るためにはビッグなやつ掴んでこないかんから。そう君と誰やねん。ハイティングファラダと。なんでお前とファイティングファラダやろ。もっと若いの呼んでこい。しかも俺ファイティングファラダってファラダ言うてもったやつ。まあまあそんなメンバーでまた始まったらね。あ、うん、まあ、忙しい、ね、忙しいからね。もう本当にもういつから。5月の何日。中途半端な中途半端な時期に始まんねんな。もう始まったからあかんのちゃんか。はいはいはい、5月っていうから。はい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 。まあね、うん、まあまあ今やってるのがもうちょっと弱いんで急遽いうことでね。撮影会長ですから。撮影もしてんのかいな。どんなシーン撮ったん。ああキスシーンとかも。誰と。白川由美と。いや、なんか複雑そうやな。若いやつと年配の方と。あーはーはーはー。あ、でもまあ1話完結やけどもね。何?1 話だけだ。あ、1話完結で12回。ああ1話完結で12回。ああそうかそうか。大変やね。でもドラマもね。そやな。あ、まあ、ほんまどういうとこが大変。最後俺常に全部エンディングはね、うん、全部俺の歌で終わってる。522スタートですからですね。ほんまに中途半端やな。何時から。あれ何時。7時半え30分。7時半8時で30分かい。大したこと起これへんな。30分で、まあ、まあ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 。非常に楽しみにしてもらわんとね。はいはい、何のこっちゃ分からへんからね。楽しみにしてもらわんとね。何のこっちゃ分かれへん。何をやってるんや分かれへんからもうね。楽しみにしてもらわんと、うん、何のこっちゃ分かれへんからね。うん、何がそれ、そら楽しみにしてもらわんと、うんうん、その何が前科悪か分かれへん。何を言うの。そんな雨入りシーンを毎晩見ては涙している松本さんに質問です。なるほどね。あのさだまさしの名曲、うん、あのラー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 ですね。ああ本当は歌詞があるらしいんですが、どんな詩ですか。これはね、本当にあったらしいんです。え、ほんまですか。ただ、あのさだまさしに、うん、倉本壮が、うん、さだ、アホかと。アワン。アワンと。それはアワン、違う。考えとんねんと、うん、この言われて。いや、別にそんな。ほど好きなわけないけど。ほんと、教えてくださいよ。何がですか。いや、何がですか。今横で言うとるがな、はいはい、その歌詞は。まあいいですよ。どんなんでしたっけ。あんた一番知ってるからララっていうか、あーでしょ。あもうここにララって書いてるから言ってしまう。あー、はいはいはい、なんかこういうのってちょっと恥ずかしいもん、ね、いくらネタ振りとは言えども。じゃあ松本さん、はい、よろしくお願いします。はい、さあ松本人志が歌います。え、あるんや。はい、お願いします。じゅんほたるはラー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 
タルはララって。なんか浮かんでくるでしょ北海道が。そう、はい、というかちゃんと話になってんの。なってます、なってます。俺は早く止めすぎた。止めすぎた、ごめんなさい。いやついちょっと頼むよ。ジューンホタルはララ今からが見せ場やねん。こんなんすぐりやねんから。はい、すいません。ほな、うん、お願いします。ジューンホタルはララ田中国へらら。ホタルは役名で言うとんのに、なんで親父は田中邦衛って芸名そのまま言うねん。あの親父はなんちゅうな、あの芸役名やねん。なあ、ひとしの筋肉か。ひとし筋肉。田中邦衛はなんちゅう役名なんやねん。今からまだやるんやろがボケ、こら。田中邦衛って言うな言うねん。ごめんなさい、田中邦衛 の役名がいまいち思いつかなかったんですよ。何でしたっけ。いや、五郎やそれ。五郎でいいから。田中邦衛やったらあかんやろ。大丈夫か。じゃあお願いします。ジューンホタルはララゴロララララララ。蔵元ついに松本さんにもジャニーさんから電話がかかってきたそうですが、どんな内容だったんでしょうか、教えてください。その話をしますか。いやいや、今さら何の電話なわけ。ジャニーズに入ったやつらはさ、例えばうち入れとか、そう勧誘的なもんや。ああ、はいはいはい、もう今普通仕事してるわけやから、うん、爆弾発言になりますけども。いやもうそれはしゃあないよ。それ引き抜き。まあええわ、じゃあちょっと教えて。今度新しいユニットデジャブーいうの。じゃあどんな状況やったの。家におって電話かかってたの。しょっちゅうかかってくるのはかかってくるんですよ。はい、ほんで言うさーって出たら、うん、もう分かんねや。いやもう分かるんですよ、うん、まあまあ引っ越しをしたいから、うん、言うも来ればいいじゃん。そんなとこから結局デジャブに入れたいんですけどね。なるほどなるほど、うん、ただとメンツはどうなってるわけ。ジュニアのコーラですよ。親父やん。それからもお父さんと一緒に踊らなあかんねん。そんなことない。そうやろ、衣装みんな一緒やいよ。アホか、遜色ないよ。また何人グループ、まあまあまあ、結構多いグループ11人ですけど。うーん、どうしたのその誘いは。断ったのやっぱり。いやどうしようかなっていう。で一回顔合わせみたいなのがあったんですけど、ね。で誰との顔合わせ。だから10人の。あ、子供らとの、はい、おお、子供らって言うなよ。同じメンバーやねん。まあ一回顔合わせしましたよ。うんうんうん、うん、でまあみんなこれぐらいでしたけどね。だから子供らやん。まあとりあえず行ったんですよ。なるほど、うん、うん、なんもうみんなも来てました。はいはいはい。でまあ今日引っ越しなんでユウも手伝えばいいじゃんっていうことで。めっちゃ手伝って、うんうん、ユーモン大型テレビ持てばいいじゃん。でまあユー一回こっち回一回逃げればいいじゃん。そんなん言われんでも分かるよ。まあちょっと曲がりきられへんかったりしたんで、一回ユー逃げてこうケツ入れていけばいいじゃん。返事はしてないわけや。ただリーダーではないらしいんですよ。いやお前なんやねんじゃん。リーダー一人いるんですよ、中1の子がいるんですていうかまあほとんどみんな中1なんですけど。なんで文句言えんの。だってもう彼らはジュニアからもう 2,3 年やってますからね。じゃあそのリーダーやいう中1のやつに指図されたりするわけ。まあそうやね。
水無月くんでしょ。いやでしょ言われても知らんわね。今初めて知ったの。しょうがないですもん、デジャブで決まっても。断ったらええやん。断る理由が見つかれへんでしょ。デジャブがどうしても嫌ならアラジンっていうとこ。アラジンかデジャブかで今悩んでる。アラジンはどんなメンバー？4人グループなんですけど。子供やろそれも。それはほとんど全員タメなんですよ。あさ、ジャニーズがさ、全員41ってある。どっちが人気出ると思う？41の4人と中1とかの中にまあ1人41おんのと。まだこっちやわやっぱり、うん、アラジンはやめとき。でも俺こんなんつけられへんねんで。水月くんがもうつけることに決まってんの。俺もう頭何にもあれへんで。じゃあじゃあなんかチョッキーでなんかなんかちょっとさ、ベストね。まあそれはもうおっさんですわね。考え一瞬何のこと言ってんのかわからんかった。そうですね、わかった。だからどっちみち俺背がまあ俺の方が若干でかいから、まあそこで目立つかなと思ったんですけど、でも俺以外はもう全員ローラースケート履くんですって。なんでも履けんの。吉本やから。いや引き抜きやろ。いやなんかネチネチ言うのよ吉本だからみたいな感じで。やめたらええやん。リハーサル室でリハーサルとかもしたんですけどね、うん、結局まあ僕の周りぐるぐる回ったりとか。でも俺はもうでもまあええ曲やったわマジで。デビュー曲はさすがに。あそう。ちょっとええ曲やな思いながら。ちゃんと歌うんやんな。ん全員ちゃんとパートがあるよな。まあでも基本的には俺はそんなにあれぐるぐる回られてるだけで。でも結構ええ曲やったよ。いやでも言ういい曲やなみたいな顔しないでって言われたから。それは分かりました。言うは見せる側だよって言われた。それちょっと面白いけど。いや違うな。ワンフレーズぐらい歌わせてもらいよ。せっかく入るんやから。まあそれはまあまあ要相談っていうか。自分言わなあかんで。まあまあでもやられっぱなしやな。まあでも立場がだって弱いやんか。なんで弱い。新人やねや。新人ちゃうやん。新人でしょその中では。全然そんなもん。いや違うってお前何言うてんの。こんにちはって言われるもん。いやみんなこんにちはで。ジュニアのコーラにも俺松本くん言われる。松本くんこんにちはって言われる。こんにちは。胸歌いうっそい頃に胸歌って松本くんこんにちはって言う。あこんにちはって。いや合わさんでええやん。だからねまあアラジンなのかどうなのか。いやアラジンあかんって。結構男前ですよあとの3人でも。いや男前東洋系の結構。いやそっちの方がいい。そっちの方がいい。でもアラジンやったらリーダーになれるかもしれないですけどね。素人でしょ41全員。まあまあまあそうです。あじゃあリーダーになれるな。2人ズーズー弁でしたけどね。2人もかい。だからもうそれかぶってんじゃんかなって思う。そういうのせめて1人やろ。2人ズーズー弁ですし、また違う2人がごっつデブなんですよ。でまた違う組み合わせの2人がメガネなんです。よう分からんでしょ。まあそれは無理や。それは売れへんわ。歌もなんやなんかようわからん歌でしたわ。何が結局何が言いたいんかようわからん歌でした。まあどうせ踊れへんしな。踊れへんし、うん、じゃあやめといた方がいいわ。ほんとでいつデビューはいつ。もう来月ですよ。じゃあこれ楽しみやな。来月同時にシングル5枚出すんです。出しすぎでしょ。どこに力入れたらいいの。どの曲に。もう分かれへんねん。だってもうずっとミュージックステーション入ってますよ。ずっと入ってんの。ずっと入ってますね。マンデーで。え、ま、マンデーでじゃないわ。マンスリーで。マンスリーで入ってますね。ほんとすごいですよ。もう吉本じゃなくなるんで。いやまあもう入ったらね。まだ分かれへんでしょ。まだでも
まあでももうほぼ決まったようなもんなんで、うん、もうまた今もガンガン変わってきてるんで。何がかかって電話言う、もう意外にしなさいと実に持ってくればいいじゃん。なんで事務所入んの実にいいの。めっちゃつかなあかんとこいっぱいあるんですよ。ここもここもとか、鉛筆で交際でこことここ、ちょっとよう見たいんですけど、もう読まなくていいじゃん。うん、じゃあ頑張ってください。デジャブ、正確に言うと水月くんとデジャブやけど、尻尾を踏んできた松本さんですが、はいはい、一番リアクションの良かった動物は何ですか、一番悪かったのは何ですか。あ、そういうのありますね。例えば犬踏んだことあんの。ね、何犬の尻尾。もちろん犬なんで、まあ、踏んだことあんのも何も、踏んで帰ったことあるわ。向こうの犬の尻尾から向こうの犬の尻尾。よう、そんなうまいこと犬はおったもんやな。もちろんもちろん、それは偶然に1回だけしかないけどな。まあ、だ、犬踏んだらどんなリアクション起こしたの。犬はもう別に団地ことないですよ。バーッって言う。全然面白ないな。テレビで言えるようなそんな白物やない。だからリアクション的には悪いわけね。悪い悪い、そんなもん何にも面白ないですよ。だから一番面白かったリアクションしたのは何を踏んだ時やっ。あ、そのことを聞いてんのかよ。それは思えへんかったわ。ごめん。はいはいはい。ごめんごめん。うんうんうん、何？いや、そんな。いや、だから、うん、犬は大したリアクションせえへんかったわけでしょ。はい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 、全然思んなかったわけでしょ。はい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 、一番面白いリアクション取ったのは何やったもんや。ヌー。ヌー。ヌー知りませんか。ヌーってどんなんですか。あのね、サファリにいるんですけどもね。シマウマとシカのちょうど間みたいな感じですかね。ものすごい草食の弱い逃げるしか脳のない。そいつを踏んだ時にリアクションが良かった。これは良かったですね。どういうリアクションか教えたって。いや、もらー、ま、マジでって言いました。マジでって言いました。な、何がマジなの。脳にかかってるんですよ。脳マジでにかかってるんですよ。何やねん、何やねんなあ、ええわ、何やねん。腹割って話しようや。ええわ、何やねん、何やねん、なあ、何やねん。おう、おう、ヌーの段階で、おう、ヌーの段階で、おう、もうみんな何や、分かれへんねん。わかる？うん、分かりやすい動物やったら、うん、あの動物がそんなリアクションしたんやって、うん、みんなこういろいろ考えて笑えんねんけど、うん、もうヌーって言われた段階で、うん、物の形さえも思い浮かんでけえへんから、え、マジでっていう映画もわかんない。もう全然浮かんでけえへん、うん、それは俺も悪かった、うん。だからもっと分かりやすい。いや、だから最近俺ちょっとテレビでそのヌーを見たのよ。たまたま、それがすごいあったんちゃうかな。あ、そうか、それをなんか言いたかったみたいな。あ、そうか、確かに俺がヌーって言うた時、うん、思ったほどウケんかった。そうだな。知ってるやつは少なかったから。でもあれはな、どうなんや。ちょっとした会話の中で、あれでもまあ、いい方じゃないですかね。いい方です。じゃあ、なんでしょうねん。何が分かるか。この間、そう、あれ、へいへいやってる、はい、佐々木っているでしょ。はい、いますね。ディレクターの、はい、ね、プロデューサーですよ、はい、あいつ。あいつと、サウナ行ったんですよ。はい。ほなら、いろんな風呂があるんですよ。一、うん、個ね、僕、あんな初めてだったんですけど、使ったら、下の方がね、もうこんなね、大豆ぐらいのね、小石がね、ブワー敷き詰めて、なるほど、ある、うん、なんていうのある。いや、その足の裏をこう、いやいや、ゴボゴボゴボ入んのよ、この辺ぐらいまで。お湯はこの辺までで、なんか変な、あんま感じたことないね、うん、なんやこれ、気持ちええな言って、ねね、立ってたんや、カッカーそんなもんだ。俺は12歳か、アホ。12歳じゃなかったって、立つやろ、これ。ここでサウナ行こうか言うて、で佐々木と一緒にサウナ行ったら、佐々木が動くとね、カランカラカカシャン、何やろう思ったんです、うん、
最近ちょっとあっこの「あい」言ってこうやったらカンカラカラカッシャン何やろう思ったらケツに石がいっぱいあって思ってんのないやろですよ腹になるんじゃ入ってるんじゃカラカラカッシャンってあいつが動くたんびにカラカラカッシャンって落ちるんですよで「すいませんすいません」言うてそんなやつじゃないから「すいません」って言ってでもまだなんか1個入ってそんな気がするんですけどって言いながら帰ってきましたよいや帰るなよ一緒におるよあれでもサウナなんか行くとね、うん、おっさんばっかりでしょ、うん、もうみんな緩なってるんですよねそんなことないやろお前なんかお休みどころみたいなのあるじゃないですかああいうとこ行くとちょっと飲めてちょっと食えて、うんうん、パンって見たらもう落ちてますもん多分いろんなおっさんがカラカラカッシャーになってるんですよ入ってないよちょっとコーナー見たらもう 2,3 個コラコラコラこれもやで一回おっさんのケツに入ったと思ったら気持ち悪いんですよああ手ついてもうわーなんですよここ丸いのついて挟まってたんやどこに挟まんねんケツにやんかいや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 でも歩く時は全然何もないねんで最近あれ取って言うたらカラカラカッシャーそりゃそうや挟まってるわけやから挟まっててこうするから落ちるんでしょなぜその俺はお前が佐々木のケツをものすごくかばってることが俺意味がわかるいや入ってるわけないやん入ってんねんていやズボッといった時分かんねん入ったって分かんねん分からんぐらいもはがはがやんなんでやねん分かるわそんな平平のプロデューサーぐらいになるともうはわはわやんいや役職どうでもええやんいやお前さたまにプレーで広げてるかも分かんねんけどな広げてるか俺らなんか入るわけないもんそんなとこにお前はねお前が思ってる以上にお前がはお前にそんなに優しくないよいやそれはねあれですよあなたとコンビ組んで長いですし知り合って長いですけど正直よくおならするじゃないですかしますね昔もっとなんかスピーンみたいなパフっていうおならでしたよでも最近はちょっと違うじゃないですかやっぱりそんなことあれへんかなみたいなこれはもうバフバフなんですよいや残念ながらなんでバフバフにならなかったの何はお前のそのなんか金あるわみたいな昔のなんかこう研ぎ澄まされてた絶対負けへんぞいつでも突っ込んだらみたいなお前の時はキューなってましたよおうおうおうそれがもうダルダルなんですよもう金をまっせでお前は入ってなかった僕は全然入らないですね受け付けないですもんそれは僕のやっぱハングリー精神何がハングリー精神人がよく使うキモイとキショイの使い分けがよくわかりませんどんな時にどっちを使えば若者らしい日本語になりますか教えてくださいあ、これはでも大事なことですねそうですかはい、うんまあ、例えばあなたキモイじゃないですかあ僕はキモイなんですキショイじゃないんですかキショイのは僕でしょ誰がキショイじゃないそうだボケじゃ使い分け老人形にしてやろうかキモイとキショイの使い分けだいたい、うん、キモイっていうのは、うん、その人自身なんですよおうほうほうそしてそいつが動くことが、うん、キショイんですよだからあなたキモイじゃないですかであなたが鼻くそほじくってんのはもうキショイわけですよこれがキショイこれがだから動詞なんですよだいたいキショイは、はあはあ、で人物はキモイんですよ、はあはあ、だからあなたが、はあ、あなたはもうキモイわけですからあなたが何をやったってもうキショイんですよまあキショイまあキショイは一歩一歩がキショイんですよだってキモいへんもんそうでしょどうやったってキショくなれないんですよキモくないからいやそれは自分がキモくないって言うだけやんキモくなることから始めないとキショくなれないんですよいやそれはそうですこれはあの本当選ばれた人間なんですよあなたみたいなキショい人間はいやキモいんやろどっちだったキモいねん動くことによってキショくなんねやろそう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 だからお前みたいなやつはもう生まれた時にバーン押されてるわけよもうキモいマークをイモバンみたいなのじゃないでもうあのデコボコの出るやつやであのデコボコでなるやつやで同じこと2回言うてるわけよのポイントカードを持っているという松本さんに質問です。あ、はいはい。
カーナビはある場所を指示されると激怒すると言います。それはどこですか？初めて聞いた、うん、まあ、あるでしょうね。いや、あるでしょうねじゃなしに、うん、あんた経験してんのかどうか教えてくれた。いや、それはありますね。あ、そう。はい。それどこなの？どこ行こう思って、いっぱいありますよ。あ、いっぱいあるのかいな。はい。うん、どこ？だってあなたが自分がカーナビやったと考えてください。はいはいはい。ね、うん、それは怒ることいっぱいあるでしょ。なんでな。例えば青春ってやられたら困る。ある場所を指示されると。あのね、え、カーナビの、はい、あ、これでもマジなんですよ、うん、これマジの話していいですか、うん、いや、ただこれもしてや。まあまあまあしますよ。だからそれ、これもマジですけど、うん、あなたカーナビどこの使ってますか？え、カーナビどこの使ってます？どこ？パナソニック。パナソニック、うん、ほらね、うん、パナソニックのライバル車をカーナビでやったら出ないんですよ。ライバル車を、カーナビの他のパイオニア。そう、うん、パイオニアやってみ。え、やってみてどういうこと？パイオニア入れてみ。ああ、パイオニアまで行きたいってやったら、うん、あのね、あの出ないっていうのは嘘やけど。何やねん。出ないってことはないけど。ないよ、ないけど、ちょっとこう、うん、って感じ。わからん。そりゃわからん。カーナビが拗ねてんのわからん、そんなん。いや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 、拗ねてはないよ、機械やから。ふんって言うてんねんの？機械や、いや、ふんとは言わんよ、うん、言わんけど、あーあー、はいはい。だからそのニュアンスがわからん。そのニュアンスがわからへん、その機械で、その。いやいや、だから、あの、どういうタイプ？あなたのやつ。あー、こう押したら出て、こう、こうなったり、うん、あ、ふぃーなって、ふぃーになるようなやつでも、うんうん、お前はパナソニックのやつでしょ、うん、パイオニアのやつをやったら、こうね、ちょっと、うーん、うーん、あ、嘘嘘みたいな。まあ、それでもちょっとね、若干、若干ですよ。いや、でもそれでも言ってくれんねやったらええわ。いや、そう、まあ行くのもね、ちょっとね、もうなんかどうも渋滞の方へ、渋滞の方へ行こうとするとかしないとか。なんでやねん、適当なこと言うなよ、お前。残念って、ほんまにあんねん。カーナビはある場所を指示されると激怒すると言います。それはどこですか？そうですよ、そう、だからそういうことじゃないですか。何？そんなんいっぱいありますよ。いや、だからそれ教えてください。え？あんた今言うたの別に怒ってるわけじゃないやんか。怒ってるよ、それは。それに変えたの話を。変えたというか、逃げたというか。逃げたんかい。いやいや、ありますよ、それは激怒するとか。いやいや、だからそう、教えてくださいよ、そこ。それを聞きたいわな。僕は何回も怒られてますね。あ、カーナビに。カーナビに。ああ、それどこどこどこ。あのね、そんなとこ聞くなよ、いうことでしょ。あなたのカーナビって、カーナビって大体女の人でしょ。あ、はいはい、あの出てくるね、最初ね。女の人がなんか、あの、うん、なんかこう、なんて言うの、なんか立っとるね。うん、立っとる立っとる。あれ、もうおっさんになりますよ。おい、いやいや、違うで。おい、こん電源に電話やと出てきたら、うん、最初になんか説明文の横にお姉ちゃん立ってて、あれ長い、あれ長い、あれ鬱陶しいな。お姉ちゃん立ってるやん。そう、立っとる立っとる、うん、え、うん、それはそのお姉ちゃんがおっさんになる。そう、おっさんになる。いや、っていうか、その女をもうドーン押し上げて、おっさんが、おいおい言いましたよ。あるとこをやるとね。でもそれ一番最初に出てくるからね、お姉ちゃんは。そう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 、その後インプットしてから。インプットしたらもうおっさんがもうドーンってくる。あるとこ言うてね。で、だからそれどこやねん。場所を言うてくれよ。じゃあ俺もやってみたいかな。じゃあ帰りにそこ入れたらおっさん出てくるか教えてくれよ。僕の夢とかね。このボケいいですよ、どこの場所か教えましょうか。お願いしますよ。こう教えると、うん、日本中がお前パニックになるんだぞ、お前。誰やねん。いいのか、お前は。何やねん、それ。お前はそれでもいいのか。違うやん。ほんなこれオンエアで場所はピーって入れといてええかな。お前は何でもピーですもん。帰りにやらせてくれ。お前余裕な、ピー入れといたらええ、ピー入れといたら。オンエアで出せへんから場所教えてください。じゃあだからこう
お前ここの、ここの人間が全部それやったらお前なパニックになるんだよ。みんな車乗ってるとは限れへんがな。これ差別。これは差別ですよ。あなたたちはバスしか乗らないと言われてるんですよ。お前そういうこと言うとお前パニックになるぞ。もうええ。もうええ。アメリカ人よりも野球に詳しい父さん。おいいですね。この言葉はイントネーションで5通りの意味があるそうですが、はあ、松本さん教えてください。例えば、はい、お父さんって言うたらね、うん、これはいわゆるファーザーのことですよね。パパ、いわゆる血を分けたお父さんですよ。うん、でしょ、うん、んでこれがまず一通りで、これが一番、まあまあ最後まで聞いてみよう。普通の話ですよね、うん、ちょっとお父さんっていうのはちょっと相手を小バカにしたような、血を分けた人に、あの親子じゃないけれどもお父さん頼みますよ考えたら分かるじゃんっていうツッコミですね、一つのね。そういうお父さんの使い方もあるじゃないですか、うん、大丈夫ですか今までのところ。いや、いいですよ。全然大丈夫ですよ。最後まで聞いてる、それからもう一つ、うん、全然大丈夫じゃないけど、はい、お父さんこれは3年ぶりに会ったお父さんそんなこと言うてたら何ぼでも言えるやんけお前。でこれもう3つ言ってますもんね。でお父さんっていう、これはお母さんが見つけた時じゃない。そんなこと言ってたら5通りどころかお前何通りもあるやん。いやお前はアホやいう話をみんなが味覚バカやいう。なんかお前あのキヌタのスタジオあるやろ、うんうん、あそこのあの1階にこんじゃく庵があるやろ。お前いつもあそこ来たらガッツリでっかいミンチカツ食うてるらしいな。メンチカツ、メンチカツ、カレーとかメンチカツとかハンバーグとか。お前年齢考えろよ。あのね35でしょ僕、まあお前なんやかんやでもう40-50やんか。おいなんやかんやが大きすぎるから40-50って40にせえよ。いやお前な40近いおっさんがな40ちゃうしねこってこてのメンチカツ食うなよ。お前も食うときあるやろ。僕もうねこのぐらいの年になるとね、もう煮物とかね、あのなんか切り干し大根みたいなのが食事したくなるんですよ。お前盆栽やないかそんなもん。いやいやあかんって、そんな食うてたらお前。いやちょっと今日はいい話しましょう。これ誰かがいいこと言ってた。子供のうちはお菓子とかそんなんは食べたなるんですよ、うん、はいはいはい、はい、ね、それはもうしょうがないんです、うん、それがだんだん年を取るに従って子供の頃は舌っていうのが鈍ってるんで、うん、甘いとか、うん、辛いとかぐらいしか分からんのですよ、まあ、それがだんだん人間が成長するに従って、うん、味覚も同じように成長していくはずなんです。なるほど。でどっかでこんな微妙な味も分かるようになっていくはずなんですよ。分かるよ。それをええ年こいてあのコーヒーが苦いとかね、そんなことを言うてるっていうのは成長してないんですよ。成長しなあかんところで成長できてないんですよ。だからお前は口の中がなんですよ。それ分かってる。まあね、まあ浜ちゃんはねいい子やけどもね。いやいや違うわな。ほんならコーヒーブラックで飲むやつも苦いと思ってて飲んでるわけやろ。そうですよ。一緒やん、苦いんやから分かってんねん。この苦さがうまいかな、苦さがうまいかな。いや苦さがうまい。苦味の朝と一緒、シワのおしゃれ。苦味のうまみ。お前は何や、例えするときよう朝を言うな。苦さの良さってあるじゃないですか。いやそれは分かるよ。だから俺聞いたぞ、お前はこんじゃく庵でいつもあの油を切ったあのメンチカツとその食い終わったら今度何飲むんかなって見てたらミルクティー飲んでるらしい。アイスミルクティー。アイスミルクティー。考えろ、おかまじゃん。おいちょ待てや、おいどうやこれ。アイスミルクティーのなおかまなのか。バイセクシャルじゃん。
山田君が座布団を1枚あげるふりをして全部持って行ってしまうやり方を見破る方法を書かれた松本さんに質問です。はいはい、分からないですね。それはさすがに僕も分からない。定食屋の親父にお代は結構ですから帰ってくださいと言わせたいのですが、どうすればいいんですか。うん、どんなと思う。いやいやいや。もうお願いです。あ、そうですか。いきなりダイレクトにですか。ダイレクトですか。ダイレクトに。神さん。いや、ダイレクトに教えてください。いいでしょ、わかりました。じゃあ定食屋入りましょう。はい、入ってください。よし、定食屋に行ってみよう。ああ、ここが定食屋か。さあ、何食べます。いや、ほんならとんかつ。とんかつはあかんか。何でもええねんけど、とんかつはちょっと違う。ほんならサンマ定食さ。食べるかな。ちょっと待って。ほんならサバ定食。サバ、むかましい。何何何？俺親父しようか。お前親父すんの？どっちがいいんですか？え、どっちでもいいんですよ。どっちでもいいことあれへんやろ。お前が食い逃げの方やろ。じゃあ定食屋の親父。はいはい。なあ、僕が定食屋のおばはんやる。いやいや、ちょっと待って。君ってこんなできへんの？曲がってこいや。いやいや。俺がやるのか？そんなお前おっさんとおばはんがすっとったっておったって。何を先すんねんやろ。次の場合のお世辞の言い方を教えてください。はい。友達が髪を切ってきてあまり似合っていないとき、こんな別にお世辞なんか言うことあるか。あのね、はい、僕あの腹立つのが飛行機乗っててスチュアーデスがあの着く頃にね、うん、ぜひこの皆様とまたお会いすることを心より。絶対嘘やん。知らんねんもん、みんなのこと何にも。今度会った時にああ、あの時のって言えへんやん。ああいうのはね、全然ね、あの礼儀としてなってないわけですよ。逆に失礼なんですよね。あ、そうですか。いやいや、失礼言って言われた俺ら別に何も思えへんから。例えばお前に、うん、あ、自分男前やなって言うと失礼でしょ。いや全然失礼ちゃうやん。おそんなやっぱりって感じやん。そんなわけないやん。どう考えたってやっぱりいいやんか。男前ですねって言うたって失礼なんですよ。なんでやねん。舐めてんかっていう話じゃないですか。そんな感じは思えへんけどね。だから相手の悪い部分をもう言うてやるんです、うんうん、なるほど。それなんですか。髪切ってきてね、うん、似合ってない時はあるじゃないですか。はい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 、はいはい、そういう時はどういうな言い方したったらいいの、うん、まずね、その髪型おかしいよ。でもでも、うん、そんなお前が、うん、俺はもう好きだって。それはそれは何のフォローやねん。それ全然フォローなってへんわ。何ですか。ダメですかね。友達の家が狭くて汚いぞ。ああ、お前の家狭くて汚いぞ。何だよ俺。言うてやんねん。臭い家住みやがってボケ。臭いって言うとあかんがって。なんだこの家は。うん、だけど、うん、そんなお前好きだって。友達のお父さんとお母さんが仲が悪いのが見え見えの。お前とこの親とおかんは仲が悪いの見え見えじゃん。ほら、ぶっさいくな顔しやがって。だけど、そんなお前好きだ。話しろ。全国の少年少女を構成させるため休日はオランダ。まあオランダね。ええ、やっぱりあのレポーターっちゅうのはおるんですね。ああそうですね。いますね、うん、ほいでどこ行くんですか言うからオランダです。仕事でオランダに行くんです。仕事でオランダに行くんです言うてんの。こっち帰ってきて何や聞いたらまっちゃんマル秘旅行言うてんの。仕事やん言うてんの。そんなに怒らんでもええやん。でね、なんかね、上機嫌でとか言ってね。普通やっちゅうね。普段の俺知らんくせに上機嫌かどうか分かんのかよ。これ考えすぎやって。恵比寿顔で有名なまっちゃんですよ。え、初めて僕は子供あの取り上げられた時にさんまさんが恵比寿顔の子やーわろたんですよ。僕はもうあはははは泣けへん。この子は恵比寿顔の子や言うて、恵比寿顔の子
恵比寿はお前こんな町内2周半したんですよ襲われたばっかりで。まあまあそれは嘘ですけどねえほんまにねもうなんや腹立ちますよねああいうのね、うん、もう日本人なんかいなかったでしょ。日本人全然おれへんな。あそうですよ、ね、みんなどこ行ってんの。やっぱりあれかわざわざ正月にオランダ行こうっちゅう。いや、まあ、あんまりおらんのか。ええもうあれはでも楽しかったですけどね。あそう。ええー、あのアンネの隠れ家も見てきましたよ。言ってたからね。アンネの隠れ家行ったことありますか。行ってもらう言ってね。あの本棚の裏を開けたらこう隠し扉みたいになってて、そこの奥がもう全部あの隠し部屋になってるんですよ。これちょっと興奮しましたよやっぱり。これはね私アンネの日記も読んでましたから結構あの興味津々でしたよ。思いっきりあのアンネと目合いましたですけどね。言わんといて。あんねが。あーここかー言ってパッと見たらコントやねんけど。これはねびっくりしましたよ。ねえ、まあ、興味あるんやったらねそれは全然行ってみた方がいいでしょうし。あのね海外行って面白いのあのおもちゃ屋とか面白いですね。おびっくりしたんですけど、ほら、リカちゃん人形とか、バービー人形とか、こっちやったらあるでしょ、あれの多分代わりなんでしょう、うん。オランダ特有のもんなんでしょうけど、あれで、馬なんですよ。そんな日本売ってないでしょ。馬のこんな人形で、髪の毛長いんですよ。たてがみが。ほんで、櫛とビーズがついててね。で、箱の裏見たら、このビーズを自分の好きなように、つけて。馬につけて、遊ぶんですって。ビューティフルホースって感じ。そのままや。松本、全国の少年少女を更生させるため、休日はもっぱらパトロールで大忙しだという松本さんに質問です。ありがとうございます。万が一、街で親父狩りに遭ってしまった場合、どう対処すればいいんですか。これはね、まあ、俺はともかくお前はぼちぼち考えとかない。もうお前も親父ですからね完全に。なんでの俺の違いはないわな別に。違いはあるがな。お前ダブってるやんけ。ダブってる。いや学年は一緒やったで一応。ダブってるかお前。5つダブってるやん。なんでや。5つもダブってたらお前わしいくつやねん。もうぼちぼち40や。それはもう親父ですもん。アホかダブってないって考えた方がいいですよ。そのうち親父狩りがありますから、ね、でもあんなもん防ぎようないやん。これどうしたらいいんですか親父狩り、うん、じゃあまあ今日もいい話こぼれ話しましょう。いやこぼれ話はいいんだよ。本題に入れや。こぼれ話はええからよ。いいですよ、はいはい、親父。いやそう親父見てる人もいますか。親父がまあ渋谷でもどこでもまあ歩いてますから、はいはいはい、若者がバッとこう囲むわけですよ、何人ぐらいですか。まあまあじゃあ10人としましょう。おねおわっと若者に囲まれた、この時なんですけども、10人も若者がいたら、絶対おっさん臭いやつが一人はいるわけです。なるほど。それはね、年に見えへん人もいますよ。そうでしょ、うん、絶対いるわけですよ。同級生に見えへんのが。そうそうそう、うん、そうでしょ、うん、そういうやつをまず探すんですよ、うん、なんだお前ら、うん、言いながら、うん、なんだお前らって探しながら来るな来いとか言いながら、うん、その中で一番おっさん臭いやつを探して、お父さんのね、僕ね、やっぱりね、腹立つことがあるんですけどね。はいはいはい。マラソン、あれマラソンやなんや言ってようテレビでやってるでしょ、この間もなんかあったんか。やってた、東京国際マラソン。ええで、やったらええけど、トラック走ってたらええんちゃうんか。いや、マラソンやから外走る。なんで外走らなあかんねん。それのために車止めて、なんやねん、お前ら何様やねんちゃうの。いやいやいや、思えへん。いや、思えへんよ。だって 42.195km 走ったらいいんでしょ。あ、そう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 。いや、もっと言えば体育館でもいいわけですよ。もっと言えばルームランナーでもいいわけですよ。なんで外走ってんの。ちょっと坂なってるとことかいろいろあら。いや、ルームランナーでたまに誰かが坂に。いいじゃないですか、それ。
いやそんなことせんと自然の中を走ろうよ。自然の走ってる距離は一緒やけど、うん、淡々と走ってるんじゃなしに、うん、暑さもあるでしょ。はあ、はあ、いやそれは誰か手かったらしたらいいじゃないですか。カチャってやってビーって照らしたったらいいじゃないですか。ほんまね、わからんわ、あれは。ええやん、別に。そんなにしょっちゅうやってるわけちゃうかな。ね、あのね、なんて言うんですかね、この国はね、国を切りましょうとした。この国はね、多数決の国でしょ、大体が。なんか、少数人数よりお、何を言うの？ね？だそうじゃないですか。うんね、一、うん、人じゃ100人に勝てない国じゃないですか、うん、この国は、うんはいはい。そのくせに、いや、それなら分かったと。せやのにもかかわらずですよ、マラソン人口なんてたかが知れてるでしょ、うん、それで車乗れない人とか、うん、渋滞に巻き込まれる人数を比べたら、全然違うわけでしょ、うん、でもマラソンを優先させてるっていう。はいはいはい、それが分からんのですよ。いや、聞きもせんからやん、だから。やめた方がええと思う人。聞いてくれや、みんな、はい、言うやろ。思うやろ、でも。俺の言うてることなんか正しいのは一理あるっていうのは分かるよな。いや。なんでなんでやねん。何がいな。どんな青春やねん。どんな青春を歩んできたんや。それ知ってるくせに。おかしいって何食べてんねん、お前。いや、せやし、これが日本深夜、世界深夜言うたって、走ってるところが違うんやから、それは違うっちゅうねん。じゃあそれはどこでやったって一緒や。それ同じ条件でやらへんかったら意味ないわけでしょ。そりゃそうや。野球の球場と一緒じゃないですか、うん、ここあっかね。わかるでしょ。わかるかい。ここあっかっかっかね。おかしいんですよ。なくしましょう、みんなで。というかその目かまえへんやん。で一回お前それ中継やってる時ガー入っていったったやねん。むちゃくちゃしたのかな。ガー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 ほんま、むちゃくちゃしたろかな。捕まる？うん。捕まるんかな。そう、捕まる。でもそんなすぐ出てこれるでしょ、そんなぐらいなら。まあやってる行為。来る選手、来る選手、全部パンツガーめくってやる。その間待ってんのか、こうやって。そんなわけいけへん。ほんまや。おかしいね。そら、やすろもあれ、どうなんやろね。走って泳いでの自転車乗って言ってなんかわからないでしょ、どうしたいんか。いや、わからんことないわよ。最初泳いで帰ってきて自転車乗って最後走るんですよ。もうグダグダでしょ、後半も。なんかもう、まあグダグダや後半は。そういうことじゃなくて企画的によ。そんなことあれ、おかしいよな。成立してへんよな。いや成立してるがな、一個一個成立してるがな。ずーっと走ってたらええやな。なんで一回泳がなあかんねん。違うな。どっちつかずのアイオンチューだね。おかしいやん。いやいや、はぁ、思ってギュー。いや、思ってない、思ってない。海やー思ったら海や。陸やーじゃあこんなん。おかしいやん。誰もそんなんやってるわけちゃうやないか。で、最後泣いとんねん。おかしいやな。まあ、ええやん。競技として楽しそうにやってはんねやから、うん、ほんま頑張ってください。いや、ほんま頑張ってください。え、どっちやねん。見た。これね、うん、あれがこう、トリが水曜日でしょ。ほうほうほう。で、先週私ブチ切れしましたわ。うんうんうん。ブチ切れして、うん、で木金と見させていただきました。2日続けて、2日続けて見させていただきました、うんうん、次の日の木曜日、うん、11位ですわ。また11位ですよ。ドベじゃなかった。ドベじゃないのがまた腹立つがな。もうそれやったらドベにせえよ、うん、そうやったらまた土砂降りやったー言うてドカーン来るじゃないですか、うん、なんかドカーンはけえへんけど。で次の日の金曜日ですか、うん、これがまた10位ですわ。ちょ、あ、ひどいでしょ。ちょっとずつ上がっていってるもん。いやいや上がってる言うたってひどいやんか。それはないやんか。いやそれしゃあないがな。もう4時55分からずっと見てたんですよ、うん、で5時55分になってさあどうやねん言ったらまたなんか全然出てけへんのですよ、うん、ほいでなんや11位言われてもううわーもうゴリラだったらすごいことになってますよ。なんかそうやな。なんやねんその淡白な問答は。いや
ほんまにあんだけ言うたのに言うたってお前はなんぼ言うたって上がれへんもん上がれへん。ほいでね、なんか僕あれやったんですけど、月曜日、月曜日の目覚まし天気で 毎週ダウンタウンのまっちゃんもお楽しみにしているって言うてたっていう楽しみなんかしとるかアホ。ええやな、それは。ほんでその日は2位かなんかやったんですよ。それからね、ちょっといいんですよ乙女座。ああ、ええがな、ええがな。月曜日からちょっと俺が言うてちょっとようなってるんですよ。ちょっと言うてようなる占いってどうやねんビビっとんねんけ。いや違う違う違う、それはたま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 。ほんでね、その月曜日からようなってからは僕一回も見てないんですよ、うん、で悪いとこばっかり見て、うん、いい時は見てない、うんうん、その僕はやっぱり土砂降りなんですよ。自分でそんなこと言うたらあかんのちゃうかな。あのね、うん、お前また1位になってたわピーカンの天気になってたわ。えっ、まかいピーカンになってましたよ。またこれ俺に乳首を触られるやめやからこそのピーカンなんでしょうけどね。え腹立つわ、ほんま腹立ちますよマジで。あ、そう。もう本当に僕がもう田中角栄ならまあそのの連発でした。え、どういうことでも俺に言われて治ってくるいうのもどうやん。違う違う違う、言われたから治ってんちゃう。たまたまそうなったんです。ずっと自分何や言ったらたま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 言って、なんや大人ぶってるな。そういうもんでは同時品みたいな、なんかチゲボーボーみたいな。チゲボーボーやもん。いやいや、そうやったら俺のがボーボーです。何言ってんねんな、俺のがボーボーや。あ、かけおかごっついで俺ぬくい言うてたもん。誰が彼が青山こいつまっちゃんぬくいわこんだけボーボーやからやねこの間大阪帰った時に、はい、そう、これそうや、これ言わなあかんねん、うん、前からいっぺん言うたろ思ったよ、うん、目覚ましテレビ、目覚まし天気を俺結構見てまうねん、うんうん、ほんでな、うん、あれがね、4時55分から始まって、うん、5時55分に終わんねん、うん、で、その終わる直前1分か2分前に、うん、今日の占いカウントダウン、うん、な、うん、ほいでな、あれ見てたら天気でなんか分けとんねん、うん、お前、なんや、大牛座か、うん、例えば大牛座がめっちゃ良かったら、うん、ピーカンの運勢は大牛座ですとかいう言い方がするわけ。ほいで、雨、うん、大雨とか、うん、大雨一番悪いのがもうなんや土砂降りとか言って、うんうん、乙女座ですよ僕、うん、俺いつも土砂降りやねんまたやまたや思ってしゃあないわな、そんな気分悪いわいやいやいや、あれしゃあないやん。あれな、乙女座になんか恨みあるぞあいつら。いやいや、調べたらそうなんやろ。過去のデータ見ていってみ、もういっつもやで土砂降りとは言わんまでも、うん、いっつもあの雨とかそんなんなんですよ。乙女座ばっかり。まあまあ、でもしゃあないやろ。何何がしゃあない。しゃあないよな。何がしゃあない。いや、乙女座がだから運勢悪いんでしょ今。悪い言うたっていつもいつも土砂降りのわけないやんけ。俺結構生きてるし。いやいや、生きてんのはええわいな。めっちゃこんなこともできてるわけです。いや、それもできるわいな、そらできるけど、全体の運勢が悪いから雨降らしてるんでしょ。腹立つわ。それ以外ないがな。絶対あれわざとやで。わざとなわけないやん、そら。もうね、いや俺気にせえへんよ、うん、気にせえへんけど。してるやないか。いやいや言うことはしてるんやん。今から寝ようか言うてる時にまた、まあ、見てまうんですよ。もう意識して、ああうわーって見たら全然全然入ってないんですよ。ああ全然入ってないんですよ。ああまだ入ってない、まだ入ってない。天気で入ってない、ああ、曇りで入ってない、ああ雨で入ってない。ということはバーン土砂降りまさかい。しゃあない今な。気分悪いじゃないですか今から寝なあかんのに。お前はいっつもええねん。しなあかな、そんな。ほんまやねん、お前結構ピーカンやねん俺いっつも土砂降りやねん。どんなコンビや何着ていったらええ。いやいや、別に好きな服着ていったらええやん。ダウンタウンとして何を着たらええの。なんか気分悪いであれ。たまたまやって
て。もう今日見てみ、今日女も朝みんな我慢して見てみ。お乙女さんまだ絶対悪いから、いっつもだもん。ほんで今日もまた土砂降りやったらどうする。いや、どうするって俺はどうしたらええの。一緒に行こうな。どこへやろ。目覚ましテレビ、なんで俺が一緒に目覚ましテレビ行かなかんねん。お前と何とかしちゃってくださいよ。他の新聞のやつとかも見てみな。スポーツ新聞また違うこと書いてるね。ああ、そう、英語と書いてるよ。ああ、でもね、他の新聞はじゃあ目覚まし天気、それでスポーツ新聞もそんなやったらちょっとへこむな。日テレは日テレでやってるんですよ。あれ何やったかな、なんかそんなやってるんですよ。日テレは日テレでもまた日テレも悪うて、そっちも、はい、もうこっちはもういつも悪いんですけど、もうそれがダブルできたらもうこっついもう嫌なんですよ。もうなんかお腹ぽっこなるんだ。何や。腹関係ないねん。ジュアラ、おかしいであれやっぱりな。めっちゃ便利。あ、便利ですね。あのね、僕ね、昨日ですかね、はい、昨日明け方にね、ボクシングやってるんですよ。あ、そうなんや。ボクシング昨日見た人います？あそこのお兄ちゃん。あ、おる。俺もうね、笑ってね。もうおもろうてしょうがなかったんですよ。ボクシング。ボクシング。うん、あのね、まあいろんな名前ありますわ。うん、ファイティング原田や、うん、ガッツ石松や。ありますね。ね、うん、あのね、もう名前でまずもう僕もびっくりこいてもらったんですけど、うん。リングネーム。リングネームでもうびっくりこいたんですけど、うん、サイボーグ光一って。ほんまかいな。ね。ほんま？もうその時点で僕もうファンになってしまったんですよ。サイボーグ光一ですよ。もうね、あのね、まずね、そのアナウンサーとか解説の人がね、はい、サイボーグって言うんですよ。まあでもほら、あ、今光一はいいパンチをって光一は言わない。おかしいな。サイボーグの動きが早いですからね。そらそうやん。だサイボーグやんから。うん、で相手の選手名前忘れたけどね、もうあんまりこっちがインパクトありすぎて、何々君もなんとかサイボーグの動きを止めないとダメですよ。止まれへんっちゅう。サイボーグやっちゅう。びっくりしてね。いや、だからどうやねん、試合はどうやねん。いや、もうそれはね、すごかったよね。もうびっくりしたんよ。お前も上がってこい。これ1ラウンドすごかったんですよ、サイボーグが。おうおうおう、そのサイボーグやもんね。そらせや。ほんで、1ラウンド終わりまして、10対9で、うん、サイボーグのが取ってます。なるほど。2ラウンドもまあまあまあ行ってたんですよ。はいはいはい。行ってたところにびっくりしたのが、3ラウンドですよ。3ラウンドカーンってゴングなったのに、サイボーグが、なんとサイボーグが椅子から立たなかった。ね、ほんなら、ね、燃料切れ。ほんならアナウンサーが、サイボーグが動かないぞ。ほんまかいや。そりゃほんまか、お前。ほんまやねんって。ほんでね、ずっと座ったままサイボーグが動かないんですよ。ほいでレフリーはもちろんね、そのファイファイやるんですよ。言うわね、サイボーグが。ほんならもうカン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 ってサイボーグ負けたんですよ。マジで？ほんならマイク持ったおっさんがバッとリングに上がってきて、ご説明いたしますと。そらそうやわね、何のこっちゃ客も分かる。そらそう。俺も見てる、俺もサイボーグやのにって。そらそう。絶対あるわけですよ、みんな思ってるわね。聞いたら、2ラウンドの終わりぐらいに、相手のやつのフック、左フックか右フックか分からんけど、入ったんですよ、脇に。なるほど。それで、痛いねん。サイボーグの脇腹が折れたんですよ。何でできとんですよ。そんなもんで折れんのかい。最初1ラウンド目はすごかったで、さすがに。ああそう。うん。それが嘘みたいに3ラウンドも。いや、そんなどっか蓋開いてんのかなと思った。蓋ぐらいでは動く動く。蓋ぐらいはどうしようもないから。いや、なんかもうカチャカチャっていう蓋あるじゃないですか。ああ、テレビの下にあるやつみたいな。あれがこう2回やってもね、開いた感じになってもらうから、もう1回カチャってやらない。それにしたってこれぐらいは大丈夫。いや、こうなった時にカチャってなったんかな。ボーンワワワワワワワってなったんかな。一回会長が優しくカチャってやってそっとカチャって。いや、ほんまにね。そう、うん、動物園の園の部分が好きな松本さんに質問です。園？
動物園の園。ああ、園ね。そのね。はい。はい、以前、松本さんが飼っていたという、可愛さゼロのウサギとはどんなウサギなのか、ぜひ教えてください。ああ、いましたね。あ、そうですか。はい。可愛さゼロ。でも、見た目はウサギでしょ？見た目はウサギです。うん。それがゼロっていうのは分かんない。そうですよね。うん、まず、2メーター50あるんです。いいですか？いいですか？いいですか？2に入れないでね。耳に入れたらこれ5メーターありますから。あいつは耳も入れてくれって言ってましたけ、ね、ど測るんやったら測るんやったら、それはあかん。そういうとこからなんかわいさゼロなんだ。そんな耳入れてくれのはっきりしたことわかりませんやん。いや、わかりませんやん。最近ポロポロポロって出る、うんこ出てる、うんこ出てる。それは可愛いない。可愛いないですよ。中学生みたいもん。それ結局それはどうしたの？もうどっか捨ててきたの？捨てましたよ。でも5メーターもあるウサギだからバレるやろ。もうピョーン飛びますからね。捨てて行こうも多分ここにいますから。捨てれてませんやん。ほら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 。うんこ出てる、うんこ出てる。言わんでええ。まあ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 いいですか。ああまあその話はもうええか。すっごい、あもうでもこんなん、まあ、どうせあれでしょ、もうオンエアせえもんな。すっごい面白い DVD 見てねこの間、うん、なんかね、いやまあ AV なんですよ。ああ AV なんですけど、ドキュメンタリーで撮ってるんですよ、うん、なんか AV 女優2人ぐらい呼ぶんですけど、まあ、そんな有名じゃない AV 女優に人前で、うん、うんこをしていただきます。面白そうやな。めっちゃおもろい。いや、もう嫌です、うん、考えられないです、うん、なんでかなみたいな。そういうのって人前でするもんじゃないじゃないですか。その子はまともなことを、はい、言うだろう。実はその子は子供の頃にいじめにあってたんやって、うん、なるほど。でそれからちょっとまあなんかこうトラウマというのが何なのか、あんまりこう打ち解けて人と喋ることができへんようになってしまった。それを克服するためにも人前でうんこなんでやねん、なんでやねんって思うだろ。ほらその女がそれはわかるんですけど、ほんでね、じゃあ私やりますって。結局でやるってなったら、ああ何々何子さん昭和何年生まれ言って、昔の写真とかちょっとその女のこと振り返るんですよ。振り返ったよおい。ちょっとプロフィール的に、プロフィール的に卒業写真とか、なるほど、そんなんが出てくるんですよ。わざわざ借りて作ってるんや。そうで、なんか女の子2人出てくんねんけど、で2人とも結局やるいうことになって、なんか綺麗にメイクうわーってメイクさんにうわーやられて、今からうんこをするのにメイクをする何々みたいな。でもね、でも一応笑かす気は一切ないんですよ。まあ言うたら一大決心した、そう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 、こうちょっと盛り上げてくれてるわけや。盛り上げてくれてるんですよ。なるほど。なんか赤いカーペット絨毯引かれたところに二人出てくるんですよ。そうそうや、そうやね。ほんなら客が30人ぐらいおって拍手するんですよ。あー面白い、ね、ほんで真ん中にステージがあるんですよ。ステージってなんかこんなせり上がったところでこうこうこう、すごいでしょ。あ面白そうやわそれ。ほいでなんか一人目の女の子が、うん、まあ、じゃあ言うて、うん、やるんですけど、あの緊張して出えへんねん。やっぱり出えへんかと思ってたんですよ。ほんなら次やる、次にやらないといけない女の子が一番前で見てるんですよそれを。あなるほど。次、うんでなかなか出えへんやろ。ほんなら何思ったか知らんけど、うん、次のやる女の子が、うん、頑張って。ほんなら他の客も頑張れ。自力で行け。自力して。他の方法もあるの。でもう途中でもう泣き出して、私できないです。うん
って、うん、私もうこんな格好ですけどねできないですよじゃあなんかって言うたらその監督でしょうね君ね、うん、ここまでしてね、うん、出なかったらね、うん、明日から新年のと同じだよなんでどうで次2人目ですよ、うん、2人目はもう頑張って言ってたぐらいやから、うん、やる気満々なんですよ、でね、うん、座っていきなり、うん、プーなんThank you.
worries upon my skin, and I can't sit still. With every heartbeat calling, leading me to you, I close my eyes and follow the love that I once knew. Look at me, I'm standing in the light, no longer hiding, I'm ready for the fight. Look at me, I'm not afraid to shine, with you beside me, the world will be just fine. Searching for the truth, lost in the shadows, looking back at you. But now I see the reason, the path I need to take. With you I'm not alone, together we will make. Look at me, I'm standing in. Every moment.